はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ココアです。今回も第五人格やっていきたいと思います。さあやっていきましょう。真ん中に脳幹視いたんだよな。真ん中に脳幹視ってことは多分階段のところにね、あれを置きたいはずなんだよ。いた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 、脳幹を置きたいはずなんで、多分ね脳幹視はこっちに来るだろうという予想を立てながら戦っていきましょう。ウェイバーか、ちょっと足早かったような気もするけど、いや違うな、加速ついてる。ただここはハメで一発入れておいて、ここでダウン取れるかな、ハサ出し次第では。まあまだ変わんないだろうね、そりゃそうだ。フラフォはつかねえよな。いやーめんどくさいねこの脳幹視。絶対飛んじゃいけないんだよな。次の脳幹は黒でタウンをさせなければならないというあれがあるんでね、ワープ使っちゃうと本当にきつい。鬼没までは使っていい。オフェンスはないね。まあ可能な限り近づけて球根で追いついてかな。だいぶきついなこの球場は。ちょっかいかけといて、もう1個のお返した。うん、ラッキーラッキーだけど、あの木登り1台か。ちょっと油断できんな。まあまだつかないんで、オッケー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 。うん、まあ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 悪くはない。騎士会とか入ってくんないかな。おほいと、いいね。まあ騎士官入ったってことはまだつかないってことなんで、磁石使わせて飛ばす、飛ぶか。ライホイール型の患者って増えたよな最近、めっちゃ。さあ低空飛行、一発も入んないか。そこら辺じゃない、立て直し読み。まあどんどんアイテム使わせながら立て直し読んでいこうか。
鬼没も使っちゃっていいからね。残り1割かな。見落としてんねー。 OK、 3つからこれで使った。磁石も切れる。いやもうつくねこれは。いやこれ使うやったら使かせたいな、パパッと。オッケーオッケー。マジうまっ。なるほど。オッケー。オッケー、ダウン取れる。てか騎士官入ってなかったっけ。そういや、あれ勝ちだね。多分間に合うでしょ、さすがに一回スコールしないしね。でフラホの患者とはいえまだ起きられないと思うから、まあ、起きたとしてもだよな。オッケー、勝ち、ナイス、対戦ありがとうございました。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ここです。今回も第5人格やっていきたいと思います。さあやっていきましょう。マップはいいマップ、月の加工ですね。対戦よろしくお願いいたします。さあまずは順当にいつも通りのプレイからやっていきましょう。なるほど。オッケー、乗ってくんないかななんて思ってますが、間に合わないか。いや間に合わねえな。恐怖の一撃取れるポジションなんですが、いやー間に合わないか。一旦鬼没吐いて存在感もらいましょうか。ロボがされてもいいから。オッケー。そこそこかな。一応救助が利用できるから、落ち着いて対処していきましょうか。
OK、うん、OK だけど炭鉱救助か。まあまあまあ、一応檻の獣入ってるからなんとかならないこともないんだけど、まあ一応スタンはさせておきましょうか。でロングワープつないでね、多分回復すると思うんだよね。でロボが警戒ね、コロボが垂れたらだるいから。まあここは寄せですね、さすがにね。うえ、早っ、ありがとう。結婚入るよそれ。 OK、 よし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 、一人は飛ばせるかな、さすがに。炭鉱の磁石も1個ぐらいしかないと思うんだよね。オッケー、さあ一人飛ばしちゃえば結構こっちのもんだったりするんですよね。オッケー、ここ即死でほぼ勝ちかな。オッケー、いやーこの即死はでかいよ。基本的に全体負荷がかかってるときはこういう即死を取っちゃうとね、かなり戦況がこっちに傾くんで。ラスト暗号機があそこ1体だもんね。さあどうするかなんだけど、ここは食う、でそこが新規か、オッケーオッケー。で多分こっち回すしかないと思うんだよな。炭鉱者はアイテム持てないから、そうだね。まさか傷されるとはな、白無常に変わっていけばよかったね。まあまあまあ、ただ、うん、戦況としてはこっちがかなり有利ではある。ただやらかしたという気持ちはある。マジで白になんで黒であんなに抗ったんだろうって。まあただ展開的には相当有利だからね、一応。うん、最初これで飛びなんで、ラコーチでではないんだ。なるほど。まああと12秒でワープ飛べるんですが、まあ、12秒であっちの暗号機がゲートが開くことはないんでね、まあ、ゆっくり戦えば勝てるとかなと思っておりますが、まあ、確実にここは間に合う。うん。OK。
さあ、あとはまあ順当にね、しまいましょうか。もういうまいけど、檻の着物2つあるからこっちのもんですね。いやー、定規はねやっぱ強いね、本当にそういうとこ。四つり目指してみましょうか。オッケー。さあ、あとは担当者の方としまいまして、もがかれることはないでしょう。対戦ありがとうございました。